なんかさっきツイッター出てきた。あ、さとくつみゆちゃんの配信言ってたんですが、もっちゃんさとくつってくる。どういうこと？私がさとくつるってことですか？今日も何もメイク変えてないけど、あれかな、ラメをちょっと入れたからかな。今日はちょっと赤系のリップで大人っぽく。ともちん、くまさんありがとう。え、このニットかわいいよね。色がめっちゃかわいくって。そげさんハートありがとう。ゆうたありがとう。このニットの色がかわいくって、あのお姉ちゃんと一緒に服を買いに行ったんですけど、なんかあんまり気に入ったのがなくて、でその中でこれを一発に目が入って買ってもらいました。コンサートお疲れの服です。めっちゃ可愛いよね。名前が通してから、あ、マジ？私さっきあのシャインマスカット大福食べてた。みゆちゃんが、もっちゃんはあざといな。嘘でしょ。梅太郎ハートありがとう。誰が言ってんの。そう、クールダウンの時の話マジでおもろすぎていいねしてしまった。まとめてくれてた方が、いやーそうなんですよ、私ちょっとかっこいいんですよね。え、かわいい、なにこれ。とてもありがとう、めっちゃかわいいやん。カフェオレもありがとう。串2つ持って、え、1個だよこれ。めっちゃいいからこれ。じゅんじゅんありがとう。コンサートはママとパパは来なかったんですけど、お姉ちゃんは見に来てくれてました。そう、悪魔ポーズ後ろから。みゆちゃんは自分は全然叩くない。どこがどこがやねん。言われたことない私あんまり。そう、腕枕なんかたまたまなんですよ。でもしてあげてやったわけじゃないんですけど。あ、でも今日メイクちょっと変えたかもしれん。また話戻ってる。ちょっと話がねすぐ戻る癖あるんでちょっとダメなんですよね。みんなありがとう。新しいギフトになってる、あやむくん、ふわバブちゃん、静まるやな。のぶ太郎、ちんくんありがとう。リップかわいい、マジやった。今日はね 3種類使ったんですよ。今2種類しかないんですけど、これもう一個はシャネルのあのやつです。赤のやつおすすめです。そう、あかりさんのリップはこれは下地に塗ってて、その上に赤のリップをちょっとのせて最後にディオールで仕上げるっていう感じにしてます。シャネル、はい、あれなんだっけ、私がお姉ちゃんに誕生日プレゼントであげたんですけど、なんかね、ね、似合わなくって、多分あの口に合わなくってもらいました。次ミックスジュースにまたぎするとしたら、え、わかんない、なんか順番らしいのでまだかな、でもまだ来ないかもしれない。今日誕生日？お誕生日おめでとう。今年も私と一緒に楽しみましょう。誕生日にショールーム来てくれてありがとう。今ネットフリ見てたからここに矢印ついてる。ウィルビーで初めて見たけどめっちゃ可愛い。マジ？やった。
最近ミルビーアイドルあんまり汗かかないんですよ、あの3曲で。なんか書いてはいるんですけど、最近顔面とか髪の毛とかを固めまくったらいい感じになりました。けんけんくまさんありがとう。今日はナングラしないかな。え、いつまでだっけ。ネットフリックス何を見てたんですか。なんだっけ忘れちゃったえ、めっちゃおもろかった。おじゃるあったさんありがとう。ももかんもありがとう。なんかこれ癖なんですよ、髪の毛外羽になってる。研究世界めっちゃ楽しい。それなマジで楽しい。ワックス何使ってんの。なんかね、なんとかアディクトみたいなやつかな、青のやつ、青みたいなやつです。26まで。あ、じゃあまだ大丈夫だね。髪の毛さんマジ癖、もう女子そんみんなそう未来さんからモッチモッチンって呼ばれる。 YNN 見たのかな。そう、 YNN のマイクロブタの回見てくださいました。今日ツイッターにマイクロブタとの写真を載っけようと思ってるんですけど。ゆうたありがとう。11周年1列目あって目があったと思うんですけど、目あったと思ったら目合ってますまた同じ服で同じ顔で会いに来てください。同じ顔って同じ顔か同じ服で同じ格好して会いに来てくださいの寒さ対策、え、何もしてないな。でもジェラピケ着てるかも、家でかもしれない。未来さんがショールームで話して、何話してた、気になる。他の色のニットは水色とか、白は前回捨てちゃったからなくて、あとはちょっと柄物みたいなのあります。また新しく買おうと思ってて、もうね、あの入らないんですよ服のケースに同じ格好でやったそう、パジャマグラビアでもらったやつを着てます。ずっとあったかくて、今日3回ぐらい洗濯機回したんですけど、あの布団を干そうと思って、あ、布団を洗濯しようと思って、家にめっちゃ布団があるんです私で、泊まりに来た子とかが使うから、そう結構ね洗濯しようと思って、新宿行きたい、私やん私やん、それ洗濯できる、私めっちゃ洗濯得意だからね、なめちゃあかんで。もっちゃんプレゼンツ、もっちゃんプレゼンツって言うんですけど、みんなが行きたいところに行きましたよ。第1回目は私が行きたい場所だったんですけど、今日雨だったんで乾燥機使いました。全然乾かんくて、みえちゃん明日おふらしいけど一緒に休み、おい誘おうかなちょっと服見に行こうって誘いたいな。ちょ今最近ちょっと服が欲しくて、みえちゃん見てますか握手会できるんだったらココナさんの連番友達友達したい。なたがたまにエフーアとかミユとかかな、ユナもこないだ初めて来てくれました、気に入ってくれた。マイクロブタマジかわいい、マジかわいい、死ぬかわいすぎて死ぬ、ずっと言ってたみゆちゃんも服欲しいってマジで気合いすぎすぐ LINE しよう。柔軟じゃない、え、最近変えようと思ってておすすめありますかコスパいいやつでお願いします。
ゆなにねそのエンドロール教えてもらったんですよ家で。ここはゆっくりって言ってなのに昼公演であのうまくできなくて夜でうまくいってシャーってゆなに報告しました。タオリコの推しメン推薦みたいなカード、え、そんなんあるん？見に行きたい。ナンバのタワレコね、今度行こう。ハミング、ハミングってなんか聞いたことある、なんだっけ、ダウニーとかがいい香りって聞くな。ありがとう。ボールド、あ、ボールドね。何の話してるんだろう。なんか私白のやつ使ってる、特になんだっけ忘れちゃったけど、あーマジでネットフリ見すぎてやばい、ずっとハマってる。さっきも見てた。もうね私多分携帯の使用時間10時間超えてるんですよ。と15時間ぐらいになってんじゃないかな。やばい。ママレモンって何、柔軟剤。フロンティア当たった、お、会いましょう、ぜひ楽しみにしてよ。ナンバでもっちゃんにどこでソングしますか。劇場公演来てくれたら会います。コンサートあったユニバ行く、うん、全然行けてないな、行きたいけど年パスだし、けど寒いからさ。私昔冬に行ってあのディズニーに寒くて死にそうになった思い出があるので、あんまり冬になっては行きたくないな。じゃあ明日梅田とかめったに行かないんだけど。どうしよう。梅田わからん。しかも前ねポムポムプリンで行ったことあるけど、美咲とジオンと行ったかな。1日20時間えぐく、何をそんな見てるんですか。ねえ迷子になる。え、でも新宿とかも慣れたからな、言っていけそう。今のダンス注目して、ねマジでかっこいい。ニヤニヤする。え、クリスマス仕様、ハロウィン仕様行きたかった。イカゲームのコスプレしたい。ナンバーを支配している、どういうことですか。誰がそんなこと言ってるんですか。新宿ってでも上に書いてあるから言って簡単じゃないですか。いや全部そうですよ、でも上に書いてあるから多分。私結構意外と方向音痴だったんですけど昔、でも今最近は全然迷わないんですよ。イカゲーム、あ、全然見てないです。あの見たいやつがたまりすぎてちょっとね後回しになってきました。新宿で目指しんどい、あ、じゃあダメだな。言うてね新宿そんな好きな、なんていうんですか、回るのが大変なんですよ。だから一日じゃ回れない。でも新宿行ったら原宿渋谷はセットで行きますね絶対。新宿行ったらあの歌舞伎町とか通らなきゃいけないのでちょっと面倒くさいんで行かないんですけど、だから新宿行くときは先に渋谷原宿あたりを回っててその後に新宿に行くって感じにしてます。いつも何かあの通る場所がめっちゃ遠いじゃないですか。私結構歩いてでも行っちゃう人なんですよ。新大久保は行ったけど私辛いもの苦手だし、韓国アイドルのグッズとかが多いのであんまり、何ですか、あの食べ物系はちょっとね食べるってなったらきついなって思って、そう
歌舞伎町、歌舞伎町の前、歌舞伎町、でもどうなんだろう、夜とかだったらキャッチとかいるんですかね。そんな真夜中とかに行ったことないんでわかんないんですけど、普通ですよ普通。韓国料理全然好きじゃない好きだけど、食べれるものは食べれるけど、辛いのがあんまり食べたくない、あんまりっていうかちょっと無理なんです。なんか辛いの無理なのに私辛いのばっか食べさせられるんですよ、 NNB に入ってから。ちょっとピリ辛とかじゃない、激辛レベルの。新宿ってスカウトされんくない？原宿じゃないそれ。東京は怖くない。怖くないよ全然。ね、七木辛いの好きだよね。私はあんまり好きじゃないけど、カレーとかも好きなイメージある。みんな八王子？違うなみんな口元いつも違って色を変えたんです。いやー東京いいな。でもね、東京帰って何しようってなるから、そう迷っちゃうんです結局帰っても。8000で帽子買わされた、高すぎ高い、5着ぐらい買えるやん頑張れば。つもっちゃん見るのはどの子やんすめ、どの子やんって2個しかないけど、ウィルビーアイドルです。絶対絶対そう。高校入れなくないですか普通に制服持ってるけど入れるんですかね今お家です。でも意外と私のファンの方、待って死ぬ、ハトとの同居生活お疲れ様でした、不起訴マジお疲れ意外と東京の方がファンの方で多い気がする。東京とかどこだろう、埼玉とか神奈川とかが多い気がする。男子校なのに学校前に JK を、マジ男子校なの、男子校とか女子校とか一回は行ってみたいな。驚愕だったんで分からんけど、そう高校3年生でもう春に卒業ですよ。あそうそう千葉とかね、その辺一人ずつに言うにはいける、無理さすがに写真撮ってくれる人いないからそう、あ男子校行きたい、あ男子校行けない、確かに変装していきたいな。意外となんか大阪じゃない方も多いんですね。 NNB ファンって私ほとんど大阪の人かと思ってたんですよ昔から。あんまり文化祭、文化祭っても終わっちゃったんじゃない多分。終わってるよ、そうやってた、やってたわ、友達から LINE 来た、今日文化祭っていいなと思って。えぐい、モテる、全くモテないんですよマジでモテないって話をこの間お姉ちゃんが家に来てて、その時に話してました。あんたってマジでモテないよねって。そうなんですよ文化祭のし、あ、もう終わったくない？エンドロールの表情がいい、やった怖くて見れないでも後で見るって福岡？めっちゃ遠い。福
福岡はなんか行きたいと思ったことあるな。なんでだっけ。あ、そうそう、9月とか多分そんくらいの。めっちゃテンション高い、うおーいって書いてある。でなんかそう考えると通ってる子とかすごいですよね。愛知から三崎とかすごいね。みんな東京から公演ってすごい。ありがとうございます。もうなんなら家住んじゃった方がいいんじゃないですかね。いやでも本当に遠いですよね。わかるよ。だって1日泊まったとしても次の日帰るのに半日はかかるやん。だからそう、交通費やばいよね。みんな飛行機で2時間ぐらいで帰ってください。なるべく。関西に家欲しい。え、マジで絶対あった方がいいと思う。なんかそのファンの方の友達同士で1個借りてあの割り勘して付き払っていけばいいと思うんですよね。私もし自分がファンの人だ側だったらそうしてます。まあ、絶対しないんですけど。そうシェアハウスみたいな。いいと思うんだよね。結局結構交通費かかっちゃう。いや寒いのも暑いのも夏でもさ、外でちょっと路上でとか思ったこと思うけどさ、なんか行けるんちゃうみたいな思ったことあるけど、暑いじゃん。で今冬じゃん、もう寒いじゃん、無理やん。みえちゃんとまっちゃん一緒に住まない、住まないですよ。いやでもめっちゃ一緒にいるな本当に。特にみゆはめっちゃ一緒にいる気がする。最近ずっと一緒にいる。公演終わったらお泊まりハラスメントをしに行ってますいつも。え、大阪に住むことにしました。マジで。いらっしゃい、大阪にいらっしゃい。チーフはみゆ、マジでずっと一緒にいる。お泊まりをしようって誘ってるんですよずっと。でもね、あの前日にお泊まりしようって言って今日マジで無理みたいな言ってて、でじゃあ次の日泊まりねって言ったらなんか分かったみたいな感じだったんですよ。で次の日今日泊まりだよねって言ったらいいなんて言ってないみたいな毎回言われるんですよ。もうなんか同意書とか書かせた方がいいかなと思って。え、そう多分ねみゆはすぐ忘れちゃうからマジで同意書書かせた方がいいと思うんだよね最近思ってる。え、マジでそう逃げられる。でもみゆとかふわとかと泊まるとき大体遅くまであのレッスン場とかいるんでタクシーで3人で割り勘して家まで帰るときあるんですけど、いやでもね忘れるっていうか行きたくないんですかね。コロって忘れちゃうんですかね多分。もう歯ブラシとか置いてあるからね。めんどくさい。あ、まあ確かに。そう、自分ち好きらしい。そう、自分ち好きなんだって。スケジュールシェア、あ、そんなんできるんや。
マジで私は家いつでも読めるんですよ、部屋が綺麗なのでマジですよ。ナンバトイスみたい、やっぱみんなね。でもでも劇場公演行くために引っ越すっていうのもちょっとあれですよね、人生変わっちゃいますよねいろいろ。だからまあ無理なく東京帰って、全然帰ってないな、そう全然。ももかちゃんの休み、わあ困る困るやばいやばい。LINE で記録の、あ確かにそれね。学校終わりの劇場、最高だよね。学校終わりにさアイドルに会えるってさ死ぬほど最高だよ。死んじゃう、そんなの。私でもあのアイズワンのコンサートに学校帰りに行ったことあったんですよ。そこで私の人生が変わったんですよね。そうだからなんかいろんな私も学校帰りに行ったことであの人生変わったので多分いやなんかみんながみんな人生変わるだかあれなんですけど元気もらえますよね武道館じゃないな、稽古行きました。誰推しやった？ウォニョンさんとさくらさんです。美味しいご飯、マジでご飯みんなに作ってほしい マジでね、あのね、そう人生変わったんです、あの日に。君と出会って僕は変わった、本当にね、すごい。ハイタッチ会、ハイタッチ会楽しかったな、めっちゃ記憶に残ってます。 Y さんありがとう。埼玉スーパーに、あそんなところまで行ったんかな、あんま覚えてないけど。ささささ最高、マジさささ最高ですよ。てか全然話変わるんですけど、ちょっと私すごい言いたかったんですよ。毎回コンサートで青春のラップタイムあるじゃないですか。一輝の背中、あの青春のラップタイムって私らオーディションの時、オーディションっていうかセレクションの時したんかな、そうセレクションの時に振り入れとかされてて、まあワンハーフだったんですけど、入ってから全部振り入れしたんですよ。1回目、もう初めての曲がその青春のラップタイムだったんですけど、あのめっちゃむずくないですか毎回一番苦労してる気がする、あの出る前にいつもあのアウトロの、アウトロ？ラスサビのステップをいつも練習してます。もうアキラ先生が私の足を監視してくるんです、そのステップができてるかできてないか。あの頃はなんかそんな難しいって分かんなかったんですけど、今思ったらなんかいろいろやった上でこれむずいなと思って、そうマジでマジで私を監視してくるんですよ、あの方は。リハからもう3回注意されました、今回のコンサートで、あのリハでまた違うまた違う。いやでもまあ曲は好きなのでね、
まあいいんですけど、いつもね苦労してます、あの曲は。だから早く、あの早くも完璧に覚えとけって話なんですよ。そう話なんですけど、ちょっとねなんかできるっていう錯覚に陥っちゃうんですよ、何回もやってるから。過去何回やってるって感じじゃないですか。そうめっちゃむずいなと思って。この手を離さなければずっと、え、いい。フォローしてもいいですか。ぜひぜひフォローしてください。いやなんかねみんなね覚え方が違って、そうなんかみんなどれが正解か分かってないんですよ。私ね目立っちゃうんかな、なんか間違いが目立つんかな。だからあの今回はもうあの正解の振りを覚えたので、ちょっとこれからは絶対に間違いないようにしたいと思います。みんな足に注目しちゃう、そんなことしたら。そのいい加減覚えろって多分思ってると思う。そうマジそうだと思う。ナナッキーがマジで青春のラップタイム注意されてると、いつもいつ振り入れしたっけって言ってくるんですよ。マジであの一番最初の曲ですなんて言えないんですよ。クリスマスは何するの、え、何するんだろう。公演とかあるんかな。なかったら仮装して配信します。ダメだよみんな公演で会って言ってましたとか絶対フラグじゃないですよ。僕は英会、僕は英会ではもうでもいっぱいやってるからな、ずっとやってるから間違えることないとも言えないんですけど。そうえあのねあのハロウィンコスプレができなかったので、あのちょっと遅れてしますって言って購入したんですけど、まだ届かないのでちょっと待っててください。あのめっちゃ遅いんですけどあげますね。もう分かんない、モバメだけになるかもしれないし載せるかもしれないんですけど、ハロウィンコスプレを待っててください。あの可愛いなかったんですけど、甘えだったら。まだ届かないんよ本当に。いやクリスマスはクリスマス、ハロウィンのコスプレは届き次第やろうかなと思って。田中のそれ届くもん、そこで使うのねみんな。そうマジで届かんのよ。好きだから。ゾンビだったら絶対ならなんて。一回でもあの白の眼球に黒目がチュンってなってるカラコンが欲しい。そう絶対でも送りますので、モバメでは確実に送ります。マジであのハロウィンのその日にあのイカゲームのコスプレをしてる人がめっちゃ多くて、今から名前取るか、あのツイッターのリンクのとこに貼ってあります。ぜひ。それなあのカラコンどうなんだろう視界。そうクリスマスコスプレどうしようかなって今迷ってて、前回が普通にサンタさんのやつだったんですけど、ちょっと色をね変えたいなと思って、赤じゃないのがいいなと思っててまだ考えてます。
モアメってどんな感じ、どんな感じだろう、真面目な内容の時は真面目なんかね、なんだろう、自分が今日したこととか書いてみんなのことも聞いたりしてる。あとは食べたものも書いてたり、なんかいろんなこと書いてるな。特になんか統一みたいな何もしてないです。そうだから、たまーにあの好き好きメールみたいなのが届きます。もう返信は結構見てますね最近。コンサート期間ちょっと見れてなかったところもあったんですけど、最近は見てますね、トフリ見ながらみんなあーこんなんしてるんやと思って。今配信しますか、もうすぐ終わろうかな、45分に終わるから。ちょっとランキングだけ読んじゃうね。13位、あゆむくん、サッカーボールありがとう。サッカーしてるんかな。12位、のぶ太郎ありがとう、元気元気。11位、ももかんありがとう、ありがとう。このなんか丸い系さ、なんか変わらんよな、サッカーボールもこれやし分かりにくいよな、なんか分かりやすいポーズがいいな。11位、リュウジありがとう、ありがとう。10位、スノーマン557ありがとう。ココナさんのポーズってなんだろう、いちごこれはもうスモモです9位、ゆうとありがとう。12日だっけ、来るんだっけフロンティア、ちょっとどうだったっけ確か。楽しみにしてます。8位、ともちんありがとう。私あの岐阜県ってなんか行ったことあるような気がしてたんですけど、あのなんか親戚がいたんですよ。この話はあの特にどうでもいいんですけど、なんかしようと思っててありがとうございます。7位、エイジ日曜の声楽しかった、わーありがとう。フッチフッチ、また絵描いてね。6位、あやまさん12位の公演当選しました、わーい楽しみ、ありがとう。めっちゃ公演来てない、すごない、そんな当たるんだ、ありがとう、楽しみにしてます。5位、カフェオレ金曜よろしく、今日は何曜日だっけ今日何曜日だっけ、12かな、よろしくありがとう。みんなすごい当たってる、もしかして私のファンが多い説。4位、ケンケンありがとう、ありがとう。3位、ジュンジュンフロンティア公演8回目が確定され、えってかフロンティア公演ってさ12回ぐらいしかしてなくない、多分めっちゃ入ってない、すごいな、ありがとう、頑張らなそれはそんな入ってたら成長が。2位、たとえも12日楽しみ、みんなすごい、みんな当たってる、ありがとう楽しみ。1位、ジンくん12日3列目で応援する、マジで、えすごい、ありがとう楽しみ。ここ今壇上入ってた方ほとんど12日当たってるんですけど大丈夫ですか。岐阜めっちゃいいよ、マジ行きたいな。
何があるんだろう、あんま分かんないんですよね。あ、557さん、あの星ありがとう。ココナさん、とか言ってあの12日みんな入んなかったら怒るよ入りますって言ってキャンセルキャンセルは怒るよね。12日な7期生多いかな、実質ウィルビーアイドル的なところはあるのでぜひ来てくださいいやもうゆっくり休みすぎて逆に休めてないんですよ、あのネットフリ見すぎて、なのでネットフリはちょっと見ちゃうんですけど、なんかおすすめあったら教えてください。今日はどうしようかな、今日はいいか、なんでもないですありがとうございました。ちょっと長めの配信見てくれて、また配信します。ありがとう。ネタフリ、ネットフリ、ネットフリ、ネットフリックス